えのちゃん、カルブでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。でっかいでっかい海鮮ボックスってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。アマゾンで買ってきました。海鮮ボックス。っていうことでね、以前アマゾンで評価の高い海鮮ボックスを買うっていう動画上げたじゃないですか。あそこの会社さんがですね、プレミアムゴールドボックスっていうね、一箱2万円のめちゃめちゃ強気の設定のこういう海鮮ボックスを作ってました。これはもうね、僕に向けて作ったんだなっていうふうに勝手に思っちゃいました。プレミアムゴッドボックス。厳選日本海の鮮魚セット。海にお任せ。大量箱。全部天然の魚が入ってますと。いや、写真だとかなり強気ですよ。これ、毛ガニとかボタンエビとかノドグロとか入ってますからね。これ一覧ですね。6個並んでますけど。強いですね。ちょっと今回は辛口評価でいきますよ。僕の評価っていうのはね、金額が高くなればなるほど、ちょっと辛口になってきます。そんだけお金払ってるんでね。で、今回はね、送料無料でしたね。2万円ポッキリです。ちょっと、僕の経験上、込み込みはちょっと怪しいんですよ。よし、では開けていきますね。お願いします。いきます。せーの、よいしょ。ほら、ちゃんと2万円ポッキし。消費税も込みですね。保冷剤も今回しっかりしたのが入ってます。梱包にはめっちゃお金かけてますね。おー、すごくないか。これはやっぱ2万だな。よし、では一つずつ見ていきましょうね。まずはイカ。多分ケンサキだと思います。ケンサキ、ここの、ゲソのここまでで40センチ。イカが1杯と、ほんでこちら。じゃん。石餅。石餅が入ってきたか。韓国とかの方ではね、石餅すごい高級魚ですよね。お祝いの時とかに食べるらしいですよ。日本はね、タイなんですけど。35から40センチのものが2匹。まあ、鮮度はいまいちですね。でもね、今回は比較的に全体的に鮮度いいですね。この前のとはまあやっぱ全然違うわ。で、次こちら。じゃん。今が本当に美味しい魚。スズキちゃんですね。もうこのサイズは正誤ではないね。正真正銘スズキ。シーバスでございます。丸スズキですね。平スズキではないです。口閉じ尾開き55ですね。日本海の方の今の時期のスズキ食べたことないんですげえ楽しみですね。じゃん。アマダイの大きいやつ。これはちょっとやりすぎじゃないか。1,2,3 4匹入ってる。すごく鮮度のいい赤アマ。しかも結構超えてるわ。30センチから35センチのいいアマダイがこれ4匹入ってます。これはすごいお買い得じゃないか。で、さらにさらに最後これじゃん。おっきなマダイ、これが1匹ドーンと入ってます。やば、55センチですって。でかっ。でもね、ちょっと痩せ気味。大きいんで、うわ、すごいとはなるんですけど、まあ、これ市場で買うと、まあ、だいたい1500円ぐらいで買えますね、天然マダイ。このクオリティは。で、アマダイ、これね、高いところだと1匹3000円ぐらいしますね。鮮度的に見ても結構いいので、1尾3000円つけてもいいと思います。なんで、それが3000円が4枚で、まあ、だいたい12000円。もうアマダイだけですごいわ。まあ、石餅がだいたい1500円ぐらいいってもいいと思います。で、イカがこれ相当いいイカなんですよね。かなりうまそう。肉厚で。これ2000円ぐらい出してもいいかなと思います。で、スズキ。これがいくらだ?全然見当つかないんですけど、本当にこっちの方で油バリバリの今の時期のスズキを買おうと思ったら、生け物で1万5000円から2万円はするんですよ。これ文字で、そのクオリティも、まあ、ちょっとよくわからないんで、でもね、見た感じすごくいいんですよ。うまそうなんですよ。これ、アドじゃないか。これ僕で4000円ぐらいは出しても全然いいかなと思いますね。で、梱包代とか発送料とか合わせたら、これはお買い得じゃないか?これは2万円でも全然いいなと思いましたね。うわぁ、すごい食べるの楽しみだな。じゃあ、今回はどうしよう。美味しそうなやつだけ食べていいですか?まず絶対食べたいの、このスズキね。もう今日のメインですね。で、イカも絶対食べたいですよね。アマダイ、これ、うまそうなアマダイ。お尻からね、ちょっと内臓脂肪出ちゃってますよね。これ油あります。これはちょっとあれじゃないか?気まぐれ仕様じゃないか?もしかして。っていうのを疑うぐらい、めっちゃ入ってる。お店の人と僕連絡してるとか一切ないですからね。普通にポチってるだけですからね。これ石餅もすごい美味しいんですよね。塩焼きにすると。石餅食べましょう。でもそうなってくるともう全部さばきたいですよね。タイのクオリティも見たいので、まあ、結果、全部さばきます。全種類いきますね。ちなみにこれは今さっき来た商品です。もう今届いたもの。すぐさばきます。お腹のついてる商品はできるだけ来たらすぐさばく。でもちょっと今から用事がありますんで、ちょっとサクッと頭、腹、鱗、これだけ取って氷漬けしておきます。で、明日食べますね。もうそれやっとくだけでもだいぶ違いますから。
よし、じゃあ鱗取っていきます。はい、鱗が取れましたら頭を落としていきます。鎌の上からいきましょうか。ヒレも落とす。で、お腹を割る。めちゃめちゃいいじゃん。いいやつ。やっぱな、こういうとるもんな。今の時期ハズレ少ないんですね、やっぱ日本海も太平洋も。スズキはほら、もうこの美味しさが約束された内臓脂肪、鮮度もバッチリ、血抜きもしっかりされてる。で、今回の海鮮ボックスはこれやばいよ。これお店利益出てんのかな。はい、そしたらもうヒレも切っちゃいますね。はい、これで怖くない。はい、次、石餅。石餅は塩焼き用にお頭付きで内臓を取っていきましょう。卵が入ってましたね。まあ、石餅のクオリティはそこそこって感じですね。はい、内臓とエラ、きれいに取れました。そしたら、尻尾揃えちゃいます。尻尾揃えます。で、切れ込みを1本、シュッと。こんな感じ。はい、これで塩焼き用の完成。次、アマダイちゃん。まあ、アマダイね、鱗ついたままパリパリに揚げて、鱗揚げとかもうまいんですけど、今日は鮮度いいので、お刺身でいきたいので、鱗取っちゃいます。あ、ほんで今日は忘れてましたけど、本日作る料理がですね、2品作っていきたいと思います。1品目、2万円海鮮ボックスから出た、お魚のお刺身盛り。あとは、石餅の塩焼き。こちらの2品でいきたいと思います。鮮度がいいのでね、いやー、僕てっきりね、今回も数で攻めてくると思ったんですよ。今回は大きさと質できましたね。これだから海鮮ボックスってやめられねえんだよな。よし、そしたら頭を落としていきます。釜下からいきますか。うーん、鮮度いいね。油もある。でもね、アマダイって意外と落とし穴のある魚なんですよ。何かというと、カルキの匂いがするアマダイってたまにおるんですよね。あの、キスとかでも、カルキスって言って、カルキ臭のするキス、たまにいるんですよね。多分釣り人の方だとね、よく知ってると思うんですけどね。で、なんでそんなカルキ臭がする魚が生まれてしまうのかと言ったら、餌でね、ギボシムシっていうゴカイみたいなやつがいるんですよ。その魚がギボシムシをたくさん食べちゃうと、魚体がカルキ臭くなるんですって。で、アマダイとかキスってギボシムシよく食べちゃうみたいなんですよ。好物なんですね。で、ギモシムシをたくさん食べた個体はちょっと匂うらしいんですよ、カルキ臭が。こいつはしないな。こればっかりはね、さばいてみんとわからんでね、高いお金払って買っても、あ、ちょっとなんか匂うなっていう個体もいますね。僕ね、アマダイ何回か当たったことありますね。結構キスより確率は高い気がする。はい、こんな感じ。次はマダイ。はい、鱗が取れましたら頭を落としていきます。かました。うん、天然はやっぱ骨硬いな。うわ、ちょっとお腹が匂うな。新しいんですけど、ちょっと餌食いっていうか、なんかちょっとぐちゃぐちゃっとしてますね。うん、匂う。マダイも背びれ切っちゃいましょうか。で、皆さんもね、お魚さばくときにできるだけこういうヒレは取っちゃった方がさばきやすいです。慣れてくるとね、別になんとも思わないんですけど、3枚におろすときにヒレが邪魔になったりだとか、ヒレのトゲが手に刺さっちゃったりする場合ありますんでね、時間とよく切れるハサミがある方はヒレ切った方がいいです。で、包丁で切ろうとすると怪我する恐れがありますんでね、ハサミでいった方がいいですよ。特にタイはね、このヒレの先端、ここめちゃめちゃ硬いんで気をつけてくださいね。はい、こんな感じ。はい、お次、イカですね。イカも、できるだけ仕込みで、もう開いた方がいいです。僕はこの、上から一本入れて、船の上に包丁を通します。で、開きます。うわー、いいイカだな、新しい。で、ゲソを持って、ピロピロピロっと。内臓とゲソ。で、胴体を分けます。イカのここ、軟骨。ここ美味しいので、ここからバスッと切っちゃうと、まあ仕事が早いんですけど、もったいないので、軟骨まで食べたい方は、ここに手を入れて、ビビビビビッと。内臓だけ取る。で、あと目玉がありますんで、ここに包丁一本横に入れます。そうすると目玉がこうやって取り出せますんでね。目玉も取る。こういう状態にします。そしたらゲソの中央にくちばしがありますんで、くちばしも取っちゃう。
で、これゲソの仕込みが完成。これ何でもできますね。ゲソからがおすすめ。そしたらここにちょんちょんと白いモヤモヤがついてますね。これイカのエラですので、これ取っちゃいます。包丁でゴシゴシとやれば簡単に取れますんでね。で、中、こうやって綺麗に洗います。はい、これでイカの仕込みの完成。よし、ここまでやってあればもう大丈夫。そしたら明日、さばいて食べていきたいと思います。はい、では1日経過しまして、お腹もペコペコです。やっぱりこんだけ処理してあると1日経っても魚たちは喜んでます。そしたらまず石餅はこれ焼くだけですね。こうしてみると石餅すげえでかいな。これ1匹でお腹膨れちゃうな。じゃあまず3枚におろしていきましょうか。サクッとやっていきます。これ全部3枚におろしちゃうと多いんですよね。なんで2枚おろしにして、片身は切り身にして、だって後日塩焼きとか煮つけて食べたいと思います。3枚におろしちゃうとね、どうしても用途が狭まってしまいますので、全部お刺身にする場合はね、いいんですけど。さあ、ではタイからいきましょうか。痩せ気味のタイさんですね。下に1本、上に1本。やっぱね、ちょっと痩せてる。身が水っぽい。こんな感じで、これが2枚おろしですね。で、こっち側は切り身。まあこれは3等分ぐらいかな。はい、オッケー、切り身の完成。そしたら腹骨をすいて、ちょっとお腹ね、傷んでるんで、ここら辺からもったいないんですけど落としちゃいます。よし、オッケー。お次、甘鯛いきます。甘鯛も片身おろし。この甘鯛は期待大ですね。こいつはうまいと思いますよ。もう包丁入れてる感じからまるで違う。アマダイは尻尾を落として半分切りかな。で、腹骨をすいていくと。で、こちら、スズキですね。ほんと皆さんね、スズキ、かっこシーバスだからといって、バカにしちゃあかんすよ。今の時期のスズキは本当にうまいですから、美味しいやつは本当にとんでもなくうまい。やばい、久しぶりに大ミスをした。ほら、久しぶりにちょっと大ミスをしてしまいました。うわぁ、ミスった。ちょっと どうしちゃったんだろう。ちょっとミスってしまいましたね。ここひらっといっちゃいました。今あります、こういうことは。ミスってしまったんで、こっち側もう3枚におろしますね。ちょっと悔しいので、腹骨のとこまでしっかり入れて、でここまで来たらこう切ります。で、尻尾を持ってビビビビビと。あ、これ完璧ですね。で、鎌つけましたんで、鎌落としちゃいますね。鎌落として、で腹骨をすいていくと。で、なんで鎌つけたかというと、この鎌つきで熟成させた方が切り口が綺麗なんですよ。これちょっとね、どうしても切り口傷むじゃないですか。なので鎌だけ残して、で3枚におろしたらここで切ると。そうするとこっちの方の切り口すごくフレッシュで綺麗ですのでね。で、こっちはこっちで普通に加熱用にすれば、ちょっとこれ色変わってますけど気になりませんので。はい、ではこのように魚おろし終わりました。そしたらお次はイカちゃんですね。まずペーパーで水気をしっかり取りつつ、この薄皮というか筋みたいなやつを取っちゃいます。あんまりイカはね、水をジャバジャバ使いすぎると身が水っぽくなったり傷んじゃったりしますんで、必要最低限の箇所だけ水を使っていきます。で、水を使うのケチりすぎても、ぬめりとか炭がついちゃってて生臭くなっちゃいますんで、一概に水はあんま使わないでくださいとは言わないですけど、この用途用途で水を使う箇所決めてあげるといいと思います。これさばく段階でもう綺麗に水で流して、ぬめりも炭も取ってあります。薄皮をこうやって取って、で、皮がついてますんで、皮を剥ぎます。キラッと。おー、肉厚でいいイカですね。で、ここ落として、で、先端もちょこっと落として、先端はね、ちょっとぐじゅぐじゅっとしてますんでね。こんな感じで、お刺身用の完成。そしたら、氷水にお塩を加えて、氷塩水を作ります。で、そこに先ほどさばいたお魚たちを入れていきます。お魚の前に、まず、イカから入れましょうか。先ほど、イカは水はそんな使わない方がいいって言ったんですけど、塩水だと別です。身はブヨブヨになりませんのでね。軽く、最終仕上げですね。ぬめりを落としていきます。よし、綺麗になりました。で、次にお魚入れていきます。お、すげえ。油めっちゃ出てきた。なんでイカから入れたかというと、魚の方が汚れが出るからです。はい、ある程度洗いましたら、ちょっと手が冷たいですけど、ここでこうやって水気を切って、絞ってペーパーに置いていくと、ペーパーを使う枚数が少なくて済むと思います。地球に優しい。よし、OK。そしたら、甘鯛は炙りでいきましょうか。
甘鯛はいつも湯引きか皮引いちゃうんですけど、今日ちょっと炙ってみましょう。で、真鯛は湯引き、松笠作りですね。この鱗の模様が浮き上がって松ぼっくりの傘みたいになるんで松笠作りと言いますね。で、スズキは皮引きでいきましょうか。なんで今日は皮引きのお魚はスズキだけ。はい、では皮剥いでいきます。はい、こんな感じで、天然の真鯛はね、こうやって膜とかがついてくる場合があるんですよね。で、この膜はちょっと食感が悪かったり生臭かったりしますんで、取っちゃった方がいいですね。で、綺麗に取れなかったらもうこう割っちゃって削るぐらいの勢いで取っちゃいましょう。そしたらここで切れ込みを入れておきます。こんな感じ。もうそしたらこの段階で切っちゃいましょうか。ちょっとこれ湯引いてから皮切るとベロンって剥がれそうなんですよね。この段階で平作りにしておきます。この段階だったらまだベロンとはめくれませんのでね。はい、こんな感じ。そしたらちょこっとお塩振っておきます。そしたら甘鯛、甘鯛はここに血合い骨が入ってます。で、甘鯛の血合い骨むちゃくちゃ強いです。抜いてもいいんですけど今日は割っちゃいます。魚体がある程度大きいので割ってもお刺身で取りやすいと思いますんでね。シュッと、はい、こんな感じですね。そしたら甘鯛も今回コロッと切りましょうか。こういう感じでブロック状に。たまにはね、こういうお刺身もいいんじゃないかなと思います。そしたらここにお塩を軽くパラ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 っと。で、皮目を炙っていきます。はい、こんな感じ。そしたらこちら冷凍庫で一度キュッと冷やします。もう10秒ぐらい。はい、OK。 これで甘鯛の炙りの完成。はい、そしたら次はスズキですね。ちょっとお腹切れちゃってますんでここで分けて、で、ここに血合い骨が入ってます。血合い骨の下から分けていきます。おぶしとめぶしで、ネタケースに入れておきましょうか。よし、あとは湯引きを作っていきます。はい、では真鯛に熱湯をかけていきます。はい、キュッと締まりましたらクールダウン。はい、クールダウンしましたら水気を取ります。はい、これでネタの仕込みの完成ですね。そしたら切って盛り付けていきましょう。まずはイカで、今回のこのイカちゃん大きいので普通の刺身とあとしそ巻きも作りましょうか。ここら辺で落として、肉厚の美味しそうなところ、ここは普通のお刺身で、で、この先端のところですね、こっちの方をしそ巻きで作っていきましょうか。そしたら柔らかそうなところ、しそを積んできます。ここら辺が柔らかそうかな。パチパチパチと、で、綺麗に洗ってしっかりここで水気を切ります。この水気をしっかり取るのがポイントですね。そしたらイカのこっち裏側で、表側ですね、表側に切れ込みを入れます。できるだけ細く、そして浅く、そして均等に。こういう風に入れるんじゃなくてこういう風に入れてください。線の太さを均等に。で、薄く浅くこんな感じに均等に入りました。そしたら裏側に水気をよく切った大葉をペタペタ貼っていきます。ペタペタと。この大葉の筋が気になる人は筋取っちゃってください。まあ、僕は気にならないんでこのままいきますね。で、できるだけ大葉が重ならないように細かいところは大葉を切ってパズルみたいな感じで組み立てていきます。はい、こんな感じですね。そしたらどっち側からでもいいのでくるくる巻いていきます。で、ここでギュッとギュッと巻くのがポイント。巻けたらここでギュッと絞る。これで切っていくと、ほら、綺麗なしそ巻きのイカ刺しの完成。うん、うまっ。はい、そしたらこちらを切って盛り付けていく。
そしたら石餅を焼いていきましょう。まずはお塩振っていきます。ささ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 、こっちにもささ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 、尻尾には化粧塩、ヒレにも化粧塩。じゃあちょっと軽く串打ちましょうか。頭を右側に向けて、このエラ豚のところぐらいからブスッと入れます。で、貫通させない程度で、ここから曲げてストンと落とす、こんな感じですね。そしたらもう一回尻尾を曲げて、でストンと落とす、背骨の上を縫うような感じでね、こんな感じになりました。そしたらもう一回尻尾を曲げて、ここで初めて串をブスッと出します。まあ、いろんな串の打ち方あるんですけどね、まあ、僕はこれ自己流です。で、ここで尻尾を決めてやると。そうするとこんな感じで波打ってかっこいい塩焼きができるのかなと思いますね。ちょっとこれ難しいと思うんでね、また別の動画で分かりやすく説明できたらいいなと思います。で、1本だとこう不安定なので、その場合はここら辺にね、もう1個ブスッと刺しちゃう。そうするとこうやって安定しますんでね。これでもまだ安定しんなって思う方は、ここからまた1本入れるとさらに安定すると思います。これ魚焼きグリルだと大きくて入んないんで、サラマンダーでいきます。高さは一番下でいいかな。そしたら裏面から焼いていきますね。裏やって表で仕上げて完成と。表から焼いてしまうと仕上がりがね、どうしてもぐちゃっとなっちゃいますんで、裏表、ほんで表が綺麗なままお皿に盛り付けた方がパリッとした綺麗な見た目になると思います。はい、では片面綺麗に焼けました。そしたら金串を持ってくるっとひっくり返す。そしたら表面焼いて仕上げていきます。いってらっしゃい。はい、では焼けました。いい感じにこんがり焼き目がつきましたね。うまそうです。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。こちらがお刺身盛りで、こちらが石餅の塩焼きですね。お刺身盛り、ちょっと白い魚ばっかだったんで、ちょっと色合いが寂しいですけど、こうやってあしらえで赤を入れました。本当はマグロとかカンパチとかがちょこちょこっと入ると、もっと見栄えがね、豪華なお刺身になるんですけどね。今日は海鮮ボックスから出たものだけで作りました。まず石餅の塩焼きをあったかいうちにいただきましょうか。初手からすだちいっちゃいます。シュワーっと。すだちじゃないですね、カボスでしたね。うわ、うまそう。石餅はね、身が柔らかくてうまいんですよ。ホックホクでね。よし、じゃあこちらいただきます。うめえ。久しぶりに石餅食べたけどうまいな。この魚やっぱうまいわ。こいつ塩焼きの魚としてはね、かなり上位にいますよ。うん、うまい。タイより好きっていう方いるんじゃないかな。すごく旨味が強いんですよね。で、身が柔らかくてジューシーなのでね、塩焼きにすごく向いてます。うまい。箸が止まらんわ。で、これなんで石餅っていうかというと、頭の中の耳石っていうちっちゃい石みたいな部位があるんですけど、それがね、普通の魚より大きいんですって。なんで石餅っていう名前らしいですね。すっげー食べやすい。では次、刺身いきましょうか。まずはスズキからいきます。多分こいつは本当にうまいと思います。いただきます。うーん、美味しいね。でもあれ、思ったほど脂を感じないな。もっと美味しいのはもっとうまいんですよ。これ昆布締めとかした方がいい感じの身質だな。うん、めっちゃうまいですけどね。うまいんだけど、今のスズキはもっとポテンシャル高いの存在する。70点ってとこですね。じゃあ次、アマダイいきます。僕はね、正直に食レポするんでね、思ったこと口にしちゃうんで、ちっちゃい頃からね、困ったもんで。まだいきます。いただきます。うん、こりゃうまいわ。
アマダイ暫定1位だな。この食感、そして甘み。アマダイってよく名前つけたなって思いますよ。本当に甘みがすごい。次、イカちゃんいきます。ちょっとつまみ食いしちゃいましたけどね。しそ巻きから。イカのこのねっとりとした食感に大葉のシャキシャキっとした歯ごたえがメリハリを出してくれて、ほんで大葉の爽やかな香りがとてもイカちゃんと合いますね。しそ巻きはね美味しいんで、皆さんぜひ一回やってみてください。ヤリイカじゃなくてもね、スルメイカとかでもできますんでね。ヤリの普通のお刺身の方いきましょうか。美味しいな、このイカ。日本海側のイカってほんとうまいっすよね。ほんと大好きですね。いつか予備校行ってイカとか食べたいな。行ったことないですよね。美味しい。では次、マダイの湯引きいきます。僕はね、好きなものは先に食べるタイプです。いただきます。あれ、意外と美味しいな。案外いけますね。やっぱりタイは魚の王様ですね。多少痩せててもうまい。はい、ということで今日はこちらの2万円の海鮮ボックスから出てきたお魚たちで作った料理ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギロのやつ。今日は少し運転がありますのでフリーで行かせていただきます。さーっとフリーでもちゃんと継げば、こちら7対3決まるんですね。いただきます。海鮮ボックスに激ハマり。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は2万円の海鮮ボックスを買って出てきたお魚で料理作ってみましたけども、あの内容で2万円はちょっとお得なんじゃないかなと思っちゃったというのが本音ですね。あれはね、アマダイボックスです。完全にアマダイ4匹は強かったな。海鮮ボックスっていうのはうちに届いて開けるまでどんな魚が入ってるかわからないっていうこのドキドキ感、これだけでもやっぱ相当価値がありますね。ほんでもっと言うと、動画投稿者からの話になっちゃいますけど、動画にしやすい、すごくいい、好きです。またなんか面白いものあったら紹介したいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。